月のデジタブルでは、市川ソフトラボラトリーの現像ソフト、シルキーピクスの概要についてお話したいと思います。デジタブルでは、11月15日に8周年の記念勉強会として、同社をはじめ、ペンタックスの日本イメージ、エプソン販売3社をお招きして、公開技術セミナーを開催します。申し込み方法は、このビデオの後半でお伝えしたいと思います。まずはシルキーピクスのおさらいです。シルキーピックスは、市川ソフトラボラトリーによる純国産の老現像ソフトで、使いやすさと美しい仕上がりには定評があります。ローソフト共通の非破壊編集方式で、調整後もオリジナルのローデータはそのまま残されますので安心。しかも JPEG や TIFF データに対しても、ローと同様の感覚で調整が行えるのが特徴です。左側の部分は、メインコントロールと呼ばれ、基本的な露出、ホワイトバランス、コントラスト、シャープネスなどの設定は、いちいち個別にパレットを呼び出すこともなく、そのまま行えます。例えば明るさの調整も、撮影時と同じ露出の段階で表示されていて、まさにカメラを操作するような感覚です。2画面表示で、常に補正前後を比較しながら調整作業できるのも大変便利で、また、日本語開発のソフトだけに、多くの翻訳ソフトにありがちな用語の慣れも不要で、すぐに調整が始められるでしょう。他にも多くの画像の調整項目が用意されていますが、特にレンズ収差、回転、パース補正などの画像の変形補正機能も使いやすく設定されています。また、調整したパラメータは、コピー&ペーストで他のコマに瞬時に適用できるので、調整の作業効率も上がります。シルキーピクスの特徴的な機能として、あたかもカメラでフィルムを変えるように様々なテイストの色表現が可能なカラーモードがあります。記憶色や美肌色、ベルビアモードなど、実に11種類のカラーモードが用意され、ドロップダウン方式で瞬時に指定できます。一味違う画像の仕上がりは、個性的な作品作りにも大いに活用できるでしょう。10月の実際の講座の中では、これらの基本操作に加え、黒レベルやガンマの操作によるシルキーピクス独自のトーンコントロールについても詳しく解説する予定です。11月15日の記念勉強会では、この他にリコーイメージングによる注目の新機種、ペンタックス 645Z、K3 の紹介と技術セミナー、エプソン販売による実際のプリンターを操作しながらのプリント技術セミナーも行います。詳細やお申し込みについては、デジタブルのホームページをご覧ください。